思いの上回でございますよ。あの、ミルクサドね。なあ、テンション下がってらっしゃるどうしたでしょうということで、見る若ね、作家をもともと楽しく見るためにということで、こちらです。ドーン出た今日は。いや、もう僕と同い年のもう前面ですよ。ナーゲルスマン解任ですよ。そうなんよ。あらばなのよ。そうなんですか。ってことで、なんでバイエルで別に CL なんか今年実は、まだ CL 今全勝中なんですよ、バイエル今年。なのに ななのんでででブンデスもしょ今は2位なんだけど彼女と好き行ってるところで解任されたんですよ。えんでなのかってことだから今日はね喋っていきたいなと思いますので皆さんもどうぞお付き合いいただければと思います。じゃあ気になりますんででしょうかということでやってますチャンネル登録ぜひお願いします。お願いいたします。じゃあ今日いっぱいシート持ってまいりましたのでまず1枚目からいきましょう。まずじゃあんで解任の理由に至ったのか考察していこう。1枚目ドン。お願いします。 ま,あまずデータ的側面からやっぱり僕データマンなんで <laughs>、はあ。はい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 。まあ見ていこうじゃないかと思います。はいはいはい。はい、こちら。はい。これちょっと細かいけど表の見方なんですが、<laughs> はい、左からこれあのシーズンです。ああ <ー S 1>、ね、歴代バイエルンの水石だ。 そうですはあ、はあ、ここ大体10年超持ってきました <laughs> いね。<laughs> いねうんうん、でその右にあるのこれが、はい、2011、12シーズンだけはリーグ2位でしたけどはあ、はあ、それ以降はずっと1位なんですよね何年パヤ年いう話ですねそうなんだよ1、2>, えー、1> 2、3、4、5、えー、6、7、8、9、10といや だか今年11連覇みに、ね、巨人軍じゃないですか、V9 と時のね。<laughs> のね <laughs> で、このまま右側には、はいあのー、シーズンでの勝ち点と1試合平均勝ち点、はい、シーズンでの得点数と1試合平均得点、はい、でシーズンでの失点と1試合平均失点、はい、そしてあとはポカールでの、えー、最終結果と CL での結果ってことをまあ持ってきましたよとこれに関してはね、これからですもんね、まだ。 まあ過去十何年間の中でもまあ良かったトップ3みたいなところを出してますとピンクのところが悪かったワースト3のところを出してるんですが今年見てください一番下ですね、はいはい、実はこの十何年間の間で一試合平均勝ち点がワーストなんですよ、ねうん、なるほど,あるほど平均まあ75ぐらいは超えてますねもっと超えてるか80ぐらいかそうなんですよ80もっとだね そうなんですだから、大体一試合平均でどこのリーグとか全世界どう考えたって2位超えてれば優勝レベルなんだけど、はい、バイエルに至っては断トツ優勝がほとんどだったから、なるほどね、今シーズン、ちょっとドルトムントとかと競ってるんですよね。それでは足りないわけですね、バイエルに。れじゃダメなんだってはあはあ。で、よく見ると、得点に関しては、これ、黄色になってるんで、はい、歴代のバイエルの中でも相当いい部類なんですよ。 なんだけど、そう、なんだけど右見てますさ。失点。はい。あのバイエルンって一試合平均一超えちゃダメだチームなん。だってなるほどね。で、よく考えると、ナーゲルトマンさんって昨年から率いてるから。昨年と今年ってのが、歴代より最近この十年年間の中で歴代はそうツースリーなんですよね。点取られすぎやろと。お前はだって、二千十五十六シーズンは。 2試合に1点しか取られないレベルだったっで、それが1試合1点はほぼ確実に取られるレベルになってますから、うん、なるほどそれじゃ足りねえんだ<ー>ってのことまあシーズン途中だからあれだけど、まあ、平均を見るとここまで。うんあ,あかんやろ、これ、バイエルンのすもう基準に達してないでしょうが、ってこと。そういうことなんです。なるほど、えーまあ、とはいえ、はい、得点のところはそれでも歴代の中でもトップクラスなんで。そうでしょ、はあはあ でしかもフカールも今勝ち続けてて開幕でも言った通りいやそうです CL で優勝するかもしんないじゃんだってそうなんですよほんでなんだよってことで次二つ目持ってまいりました日程的な側面でございますどういうことどういうことこれ何かっていうとはいドンちなみに次期監督はトゥフェルさんで決まりましたああそっか CL にトゥフェルが帰ってくるってツイッターさっきトイレで見ましたけどそれこういうことかそうなんですよはーはーはー であの4月あと3月27日,月曜日、はい、日本時間の月曜日ですねからトゥヘルさんは練習を指揮されるそうなんですが、うん、週末、なんとバイエルン対ドルトムーンとのリーグ戦があります。要は勝った方が1位ってことですね、ほぼねミッドウィークにはグライブルクとポカールーベスト8の試合がありましてそ、はいはい、<laughs> の翌週にはマンチェスターシートのチャンピオンズリーグがあります。忙し,忙しいね もちろん一部では戦えない日程だね、これは。これ、やばいですよね。いいの、こんな時に変えちゃって。だけど、トゥヘルに変えたかったんだろうなと思います。これ、覚えてますか、皆さん。トゥヘル、2021年、チェルシーになって、チャンピオンズリーグ決勝を含めて、3回連続、ペップシティ激化してるんですよね。ありましたね。確かに要は 元ドルトムントの指揮官でもトゥヘルさんあるし、正直ドルトムントと戦うってリーグ戦でもあるけど、CL みたいなもんでもあるじゃないですか。CL で勝てる、そしてペップに勝てる監督をまあ持ってきたってことでしょうね、うん、この。マッチが2つあるってことね、この短い間に。そういうことですはあ、はあで。すぐトゥヘルだったら結果残すだろうっていうところはあったんじゃないかと思われます。はぁ、あ。うん。いつかしかないんだよ。でも、どうにかしたことのある監督ですからね、トゥヘルだったら。 逆に今、変えとかないと、これ全部、ね、今の監督でいくのはっていうことになっちゃったわけよでもあるってことか。そうなんだよねで、一個ね、こういうふうになっちゃったとか、なんでナーゲルスマン買いに行かないてここまでのところでもある程度納得するものはあるんだけど、俺、ちょっとこれもあったな、3つ目こちら、ドン。 あのよいや、最近ほら、森安ジャパンのほら、ウルグアイ戦とかもあったからだけど。うん、世のあの、ウルグアイ戦終わってあの、森安叩きを、また再開した方がでも、ちょっと言いたいっていうところが、正直ありまして。いるんだ。これなんですよ。はいはいはい。あの。あの、よく、も、ダーゲルスマンさんって、うん、よく言えば、うん、戦術めっちゃ持ってるんですよ。はい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 。だけど、いっぱい使いすぎて。うん あのバイエルの上層部の方からもうコメントが出てて、はい、あいつは戦術の覚悟を持ってない。でプラス選手の皆さんにもほら普通ってほらプラン A をやっ作っておきながら <laughs> うん、うん、そこから派生系の B、C、D ってこと作ってるでしょ A、B、C、D、E、F、G 一気にドーンってやってった結果うん、うん、選手の皆さんがちょっとね困ってる。うん われわれで,はでは国語と英語と理科と社会と全部一気に教わってる状態なので。うん、なるほどなるほど。まあでもそれは1年目でしょ ?2 年目ですね。いやあのでもだんだんそこも絞ってきたんじゃないの最近は。いやでもね、うん、今年使ってる大きいなんか戦術だなって思うところでも6個7個あるんですよ。そか。ま、うん、あねその前のやり方で勝ってきたエディート選手からしたらね。そうなんです。なんやねんっていう人もいる。そう、うん、で最近やってるのはこれですマ場さん。はい 皆さんも。せませまサッカーですね。そうです。はい、横せあのー、はい、そうなんですよね。ペナ幅戦術サッカーやってるんですよね。うん,う,んうん。ただほら、最近さ、シティからカンセロくんが来たじゃないですか。はい,い。カンセロはそうですね。幅欲しいですね。そうですよね。うんうん、で、よくかけたら、この右センターバックやってるパワールももともと右サイドバックの男だし。うんうん、はい。 アルフォンソ・デイビスも大外使うようなやつだし。<laughs> まあ自分がやってきたキャラじゃないんね。うん、あとまずは、サネ今ここですよ。うん、いや <laughs> サイドの選手でもね、<で>マネもマネも,マネもここでしょ。ああ、なるほど。だから確かに勝ってるのは結局この力であるんだけど、うん、はいはい、なるほどな。みんなにストレス溜めさせてしまったところはあるんだけ、ね、ど。でも、あれで将来物費から来たんだっけなんですそうだね。そこでこれ、うん、こういうのやってて、そこ買われてきたわけでしょ そうなのよ。ねえ。そうなのよ。うん。だから多分さ、最後いきますよ。要はこれですよ。はい、ドン。ノイヤーとの船か、あ、そうなのあの、まあこれ、ノイヤーさんだけじゃなくて、要は、ナーゲルスマンを持ってきた派閥はあるわけじゃないですか。はいはいはい。バイエルの中に。強化部ってことでしょ、要はね。 本当違うのを持ってきたかったっていう対抗派閥も多分あったんじゃないですかバイエルンのほうで実はノイアーとの不仲ってこれ何かっていうとノイアーさんがずっと慕ってたゴールキーパーコーチがいたんですよそしたらこの間ノイアーさんのスキーしてて怪我しちゃったでしょワールドカップの終わったというかそれで怪我してる間にそのキーパーコーチナーゲリスマンさん切ったんですよ。 なくて、いわゆる監督が言って強化部が最初に切ったのかもしれないけど、うんうん、でそれをまあ知ったノイアーさがもがぶち切れてそれ以降一切話してないそうです、一、まあ、回も。そういうのがどうやらなんか不満因子が結構チーム内にも発生してたみたいな話はずっと出てたのでそれがまあいろんな事象が絡まって、絡まって、絡まって。しんてまだ若いわけでしょ 選手出身じゃないんだっけほぼ二十歳ぐらいで引退されてるっほぼそうですね。有名選手ではなかったということもあここまで上がってきて、バイエルまで来て。だけども、やっぱりバイエルンっていうのは難しいのか、いろいろ。そうだもしかすると、やっぱり兄貴分なところもあるから、若い選手を引いていく方が今のところだとまだ合ってるのかもしれないし。チーム でもそうなってくるとね、ちょっと表紙に戻しますけど、うんはい、まあトゥーヘルにバイエルンはこれからなりますけど、はい、俺ね、うん、もう決まると思いますね、違うチームに。マネー・アゲルスマン欲しい位置もあるでしょ、ビッグクラブで。そうなのよ。断言します。ど,こどこえ、断言する、それはんで代言できんの言いますよ、チーム名。はい。トッテラム。へえ<ー>。あのね。はい ほぼ同じ事象になってて、多分この動画の前後ぐらいで解任されるんですよ、トッテナム監督のコンテがしっけ。コンテ、あ、コンテかいな。はい。あの、コンテは行った先だけで絶対フロントと衝突するってのがあるんですが、うん、<laughs> はい。あの、結構トッテナムでは長くいた方だなと思いますよ、うん、過去のチームと比べたら。うん,うんうんうん。やっぱりフロントと衝突したんですよね。へえ<ー>。でも、あの、イタリア帰っちゃったみたいな状態で。はぁ、あ。 もうあの監督どうするのって状態になってますから。だから、ハリー・ケインとかソン・フンミンとか代表終わって帰ってきたら違う監督になってました。結構リアル。へえー、それは関係あんのこのタイミングに。いや、関係ないと思うけど、こ、うん、のタイミングを逃すわけはねえだろうなと思ってて、ドッテラムが。まあ、涙さ方がいい監督のことは疑いがないわけで。そうなのよ。ああなるほどね。まあ、でもいろんな先生の側面、まあ、納得はいくんですけど、ちょっと気の毒ですね。 そうですね。もう一年見てあげてもよかったんじゃないかなっていう気持ちだやっぱりもう、僕らがこうがい知れぬところでは、もう亀裂がもうだいぶやばいことになってたんでしょう圧倒的に結果を出してるとかだったらあれですけど、そこには至らなかったってことですか。ってことですね。うん。まだでも、若いですから、まだね、こういうところを指揮チャンスはまだまだあるわけでしょそうですよ。20年近くありますからね。で、ご自身が年を取ればまたね、よりやりやすくなるわけでしょ、これ。 次、どういうところか逆にこう、バイエルをどう倒していくのか、ナゲルスマンが。いや、面白い。そこもちょっと注目していきたいですね。はい。ということでございました。わかりました。面白かった。ありがとうございます。今日もね、お送りしましょミルワカでございます。日本大から J リーグ、そして海外の話題までね、そこでお作りしてくれているよ、先生が。ということで、今日もありがとうございました。ということで、また見てください。井上まーでした。ノミルクサトーでした。チャンネル登録、高評価ボタン、ぜひよろしくね。 です頑張ってね。